よし、じゃあ、やるわよ。<laughs> なんだろうな、久しぶりすぎて。てか、タイトルも忘れた。18金。大人の玉ラジオみたいな。そんなんだったっけなんか、久しぶりすぎてね。で、お便りが、もう、ほん,ほんとにシンプルに。えっと、一行。玉先生は性の違和感を、えー、感じますかっていうやつです。うん。今回ちょっと、まあ、あ LGBT とかでね、悩んでるやつもやっぱいるだろうし。で、性の違和感とかね、うん、やっぱ、あの、言ってるやつらもいるからさ。あるんだろうとは思う。俺、幽霊もさ、 あの俺は全然見えないんだけど、でもやっぱいるっていう人がいて、で、俺は幽霊ちょっと信じてるんだよね。うん。そう、俺は全く見えないんだけど、見えてるやつがこう、すごい、あのー、なんていうのかな、こう、やっぱり、あの、見えてるって感じなのよ。うん。で、やっぱあの、俺はちょっといいなって思うんだけど、でもやっぱ見えてるやつからするといいものばっかりが見えてるわけじゃないから、本当になんかいいもんでは全然ないよとか、逆にやっぱ結構苦労したりとかしてね、それで、幽霊にね、悪さされたりして、ちょっと苦労もしたりするから、それもまた辛いんだっていうこともあったりとかして。 まあでももしね、幽霊が見えるよとかね、見える人知ってるよとか、まあもしくは話聞けるよとかがあったら、ぜひねお願いします。俺ね、幽霊すごい興味があるんだよね。本当そういうの。なんか、うーん、楽しくて。で、まあまあ、でもそれは話を置いといて、LGBT とかね、性の違和感とかに関しての話をすると、あのね、その、女性と男性って、まあ、人間の場合のね、違いで言うたら、子供を産めるかどうか。これが生物学的に女性かどうかってなってるわけ。で、 まあその産むかどうかがもう要は一番のポイントになっててでそのためにどんどんえっと産む上でどんな感じだったらこう産みやすい優生生殖のね優生生殖によってオスとメスが出てでその中でも子供産む方がメスとしてでえっと子供がしっかりと安定して生き残りやすいように例えばお腹の中で1年間持つとかそういうのがどん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 その生物の過程の進化の中で変わってきた。 で、どっちかっていうと、その子供を一年間お腹の中にしっかり守るためには、あんまり自分が動けないから、じゃあ男性の方は筋肉ムキムキになって、餌取ってこいよ。じゃあ、えっと体ごっつくでかく筋肉ムキムキになっていくよね。とか。分かれていくわけ、どんどんね。で、そういう進化がいくわけ、ねうん。そう進化がそれぞれ違うんだよね。例えば魚とかだとお腹の中に一年置くとかじゃなくて、もそのまますぐにゅるんって産むじゃん。ね。 まあそんなんやってたっけ、生物の進化の具合によってそれぞれ違いはあるけど、男性、女性を分けたときには、その子供を産むかどうかの差になってくる。で、これがもし男性で子供を産みたいって言うんであれば、なかなかやっぱね、これは難しい部分があるかなとは思う。ただね、俺は乗り越えられることではあると思うんだよ。ってのはさ、あの、俺らもさ、あの子供の頃とか、うわー、あの、なんか鳥みたいにさ、大空羽ばたきたいなって思ったけど、鳥じゃねえから羽ばたけねえなってなったじゃん。ね。で乗り越えたじゃん、それを。そして今、面白く生きてるじゃん、大体。やっぱ子供の時一回ぐらいみんな、 ね、鳥になりたいって言うだろうし。お菓子屋さんになりたいって言うだろうし。でもなってない。でも今楽しい。その、人生の楽しみのうちの一つなんだよ。子供産むことって。で、じゃあね、えっ、ー、と、子供産むことが女性なんであったとして、だ、という仮定をしたとしたらよ。例えば、子供。女、女の子だったら、女の子の例えば5歳とかさ、10歳とかだったら、女の子って言うじゃん。でも、あの子たち子供産めないよ。まだ。逆に、年齢を重ねてね、子供産めない体になりました。だいぶ年を取ったからね。産めなくなりました。ってなっても、 産めないよ女性だけど。とか、あと、その、病気になってね、そういうこう、あの、手術をしたから子供を産めなくなりました。っていう場合も、女性だけど産めない。だから、例えばその、性別が、例えば仮に女性だったとしてもよ、女性の特徴といえば、子供を産むことなのかもしれないけど、それでもその、埋めなくて、とかもしくは産まないまま、人生をたくさん、その、幸せに過ごして、終えていく人たちって、いっぱいいる。 で、もし、そうじゃないものに関してだったら、例えば髪の毛が長いとか、あのー、まあ、もしかは仮にだよ、男だけど、なんか違和感があって本当は女性かなって言うんだったら、スカート履いたらいいじゃん。で、今は性転換手術もあるじゃん。なんで、その要はその、なんて言うかな、その、機能として、男性が嫌なのかその、要はその、何がしたいのかっていうことなのよ。だから、えっと、違和感ってことは、おそらくまだそれがはっきり分かってないんだと思う。だから、一個一個試してみること。女性らしい見た目になりたいなって言うんだったら、 まずスカート履いてみたり、髪の毛伸ばしてみたりしたらいいし、あとね、結構ホルモンの働きによって見た目って変わるから、女性ホルモンガンガン打つと男性っぽかった見た目の人がめちゃくちゃ女性っぽくなったりするんだよ。だからそういうことも考えてやってみたらいい。だからこれをもし学生とかなんだったら今のうちからね、しっかりあの勉強して、いいとこ行ってお金貯めて、で、体も不思議だって思うんだったら性転換もしてみたらいいじゃん。もし逆に女性で男性っぽい心があるんだったら、男っぽく髪の毛短くしてみたらいいし、 制服はね、スカートなのかもしれないけど、休みの日ズボン履いたらいいじゃん。女性でズボン履いてるのいっぱいあるし。で、男っぽくしてみたいとか。だったら男っぽくやったらいいし、男じゃないとできないこと、女じゃないとできないことってほとんどないよ。うん。所詮あんなの体の機能とかだし、あくまで体も何かをやりたいための道具の一つでしかない。だから例えば男だからできるってわけでもない。例えば俺ソフトボール大好きで、今度またね、夏大会出るけど、どうしても俺はね、いや、友達がさ、あのー、 高校の時のライバルとかが115キロとかで投げてんよ。最終的に123まで行ってさ。とんでもねえ化け物ですっげえ奴なのよ。本当に。うわーとか。あいつ見てえ投げてえなーってずっと思ってた。でもその俺は100すら出ない。99。俺人生死ぬまでに1回。100投げてみたいんだけどな、ほんと。いつかその引くんのかな、もうマジで。でも100がどうしても出ないんだよ。俺は。どう練習しても。でもその中で123友達は投げちゃう。羨ましいわ。できることが。でも、できない中でも工夫していくしかない。 で、そんな奴からでも、工夫して、ヒットを打つことができるし、例えばヒットがうまくできなくても、いやらしいバッティングをして、相手のエラーを誘ってね、塁に出ることができたり、フォアボール、粘って粘ってフォアボールになることだって、できるかもしれない。俺はそんな風にしか思ってないんだよね。だから、あの、できないことは、機能的にできないんだったらしょうが、職場ねだ、鳥が飛べないのとか、俺は男だから子供を産めないのとか、これもしょうがねえだから、でも、俺にはね、自分の人生を面白くする義務があるから、俺の脳みそを喜ばせるぞと思って、 なんとかで、ね、頑張って面白いものを探そうとしてる、うん。今は逆に見つかりすぎて、あの、時間がないほんとに。やりたいこといっぱいんだよマジで。くっそ面白そうなのがあるの。もう、ほんと、熊本のね、最近あの、プールとかね、あの、プールって言っても、その、野外プールでさ、その魚とかが下に泳いでるプールがあんのよ。行ってみたいなマジであれ、最高だろうなとかさ、思うんだけど、もう、他が忙しくてね、行けないほんとに。で、一人で行ってもまた思、思う、思ないやろうしな、ほんと。うん。とか、食べたい店がある行きたい食いたいけど、なかなか行けないとかね。 うん。しかも全国回ったせいでさ、全国にうまい店があんのよ。もう行きたいんだけどな、マジで。鹿児島で行ったこの前の満作も激うまやったしな、本当うん。でもそういうもんがたくさんあるかな、ほんと。で、逆にできることは案外男子女子じゃなくても性別関係なくできることは結構できるよ。女の格好もできるし、その、女の髪型も男のファッションもできる。筋肉とかは男みたいにないよって言われたら確かにそうかもしれないけど、でもそれってさ、ガリガリの男だっているんだよ。 だから男だからみんな筋肉持ててるかっていうとそんなことないじゃん別に。男だから身長高くていいなとか男だからスポーツできていいなじゃない。そしスポーツができることがええんであって性別の違和感ではないじゃん。し自分の体でね、できることをやってやっていくしかない。うん。そういうことじゃねえんだよって言われるかもしんないけど。でも俺はその性別関係なくできることっていっぱいあるんじゃないかなって思うよ。例えば、あの、いや他人からはね、男性だと思われてるって言うんであれば、 その女性として見られないのが辛いって言うんであれば、めちゃくちゃ女性のような見た目になっていけばいいじゃん。そしたら、女性として見てもらえるだろうし、女性だからってな、女性と見られてもらえると思ったら大間違いだからな、本当に。もうマジで。女性だけど全然女子として見られてないみたいな。どうせいいもん私ブスだし、みたいな。もう言ってる奴がいてさ、もう、女子だからって、何でもやってもらえる人ばっかりじゃないんだからね、 って言ってめっちゃそいつ勉強してた九大行ったけどね。九大って九州で一番頭いい大学行って。まあ今はね、多分あの、めっちゃ幸せに生きてると思うし、うん。元気でね、ニコニコやってるとは思う。うん。やっぱね、そういうのもあるさ。そう。だから、その、で、あとね、女性らしく見られたいとか男性のように見られたい、接してほしいっていうのは、それはやっぱ難しいと思うぞ。それはなんでか。だって他人のことだから。それを決めるのは他人。だ俺だってそうさ。俺だって例えば他人から優しくされたいなとかさ、他人からこういう風に接してほしいなとか、って思うよ。 うん。それはまあみんなそう、そうだと思うんだけど。うん。でもそれはしてもらえないじゃん。でもその中でも俺らちゃんと生きてるし、乗り越えて、あの、人生を楽しんでるじゃん。楽しめるじゃん。楽しめることいっぱいあるじゃん。他人のことは自分にはどうにもできない。だから他人にああしてほしい、こうしてほしいっていうのは思わない。それはだって他人の人生だから、そうするかどうかは相手が決めること。だけど、例えば優しく接してくれる人を探すことはできるじゃん。ね。だから、一億人が一億人全員、ね、例えばお前を男として見ないっていうやつがいたとしても、ってことはあんまないと思うんだよな。 日本に1億人いるし、世界なら70億人いるし、探しに行こうぜ、そういうやつを。自分を男として見てくれる人、自分を女として見てくれる人を探しに行ったらいいじゃん。大変だけどさその、ちょっとは大変だけど、今はネットがあるから見つかりやすいと思う。だから性の違和感があったとして、その違和感のどれが嫌なのかを見てみよう。ね、子供を産めないっていう男性なんやったらすまんけど、あの、鳥の羽がなくて飛べないのと一緒で、それはもう無理やから、そこを楽しみにすんなと。 逆に、子供を産めたっていうのも、その、アイドルがいいなっていうのと一緒でさ、産んだから幸せかっていうと、そうでもねえんだよ、マジで。産んで苦労してる奴らいっぱい多るよ、うん。とか、そもそも産むのが死ぬほど痛すぎてて、鼻から吸いか出すぐらい大変だって。もう聞いただけでゾッとするわな、本当あれが、なんだっけ、人生で一番痛い痛みなんだっけ。うん。とか、二番目とかなんだったっけ、なんか。っていう、言われるんでしょ、本当に。で、痛風が三番目とかさ、ベスト3に入るぐらいの、やつだったん痛風と、 あの群発頭痛って言ってと,とんでもなくその目玉えぐりたくなるぐらいの痛さの頭痛とあの出産だっけこの三つがなんか三大とっても痛いやつらしいっていう話を聞くんだけどねうんだからそのいいなって思ってるけど裏にはねその分苦しい部分いっぱいあるとか女性と見られたいなって思ってるけど女性でも女性として見られてないやつがいっぱいおるね男性でもねあの俺ほら言われてるから一回170の YouTuber の人がさ170以下の男性は男子じゃねえって言われてさもうあの俺は170ないから もう、男性じゃない。けど、まあ、でもいいじゃん別に。その人にとってはね、男性じゃないっていうことなんだけど、でも別に、170以下でも男性だって言ってくれる人がいっぱいいるんだからさ、俺別にそれはそれでいいと思うし、その人は逆に大変なんだよ。170以下が男性に見えないっていう、その、機能を持っている。わけだから、170以上で彼氏見つけなきゃいけないっていう、ちょっとあの、ハードルが高いわけね、その人は。だからその人はその人で人生苦しんでるわけよ。ね。だからいいじゃんって。うん。だって俺も、そうだよ、やっぱり。 そのうん、俺にもそのやっぱ女性だったら誰だっていいってわけじゃなくてやっぱ好みの幅があってその中で素敵な人とか可愛い人を見つけてその恋愛しなきゃいけないわけで,でだからねあのバイのやつもいるんだけどバイっていうのは男性も女性も好きってやつがいてやっぱ俺は恋愛は子供恋愛とか結婚は子供を作ることだと思ってないから俺はやっぱあくまで人生の大事なことは自分の脳みそを面白く幸せに満足させることだと思ってるから。 だから、例えばほら、嫌な奴とでも無理やり結婚して子供とりあえず産んで子孫残せばいいやとかは全然思ってないの。うん、いや、子供が、生まれたら子供が一番っていう奴もいるけど、いやー俺は、やっぱ、そうじゃないだろうなと思う、きっと。嫁さんが大事って言うだろうし、子供の方が、方は、だってわかんないじゃん。どんな性格になるか。でも、嫁さんとかさ、恋人とかはさ、自分が好きだな、一緒にいて幸せだなと思う相手なんだから100%楽しいわけで。でも子供はどんな子が生まれるかわかんないからさ。苦しいかもしんないよ。大変かもしんないよ。ね。うん。でしょう。 だから俺は一緒にいて幸せだなと思う相手が恋人だとかって思うんだけど、でもね、どうしても俺はね、男に対してときめかないんだよ。どうやってもこれは。うん。で、めちゃくちゃ美人なニューハーフというか、オカマとかだったらときめく気はする。別にその、子供産む機能に対して俺は相手に求めてないからね。うん。でも仮に女性だったとしても、その、自分のストライクに入ってない女性やったらこう、キュンとは来ないだろうし、また。うん。とまあ、そんな感じなんだよ、いろいろ。うん。それとかと一緒。だから、 生きててさ、機能的に困らないんだったら、それでよくないかと思うんだよ。うん。例えばトイレが、今トイレの問題もね、いろいろ言われてる。でもそれも、体の機能に合ったトイレを使うっていうことなんだからさ。別に、その心が男性でも、体が女性なんだったら女性トイレの方が、体に、えっと、合ったトイレが置いてある可能性が高いんだから、そっちにいたらいいし、心が女性だってさ、その、あの、ちくわがついてるんだからさ、ちくわに対して、あの、その、電気は、わかる。男のために作ってるわけじゃないんだよ。 その、ちくわの、のためについてるわけ。あの、その部分っていうのは、あの、器、えっと、とうとうさんはね、ちくわのために作られてるんだよ。男性用トイレっていうのは。ね。うん。だから、あの機能のために、えっと、なってんだから、体が男なんだったら心が女性だって、その、男性トイレ使った方が絶対いいよ。機能的だよ。っていうこと。ね。だって、用を足すためにトイレがあるんだから。うん。だから、 その、そういうもんであって。で、他人に期待するもんじゃない。女性として見てほしいとか、男性として見てほしいとかは、他人に期待するもんじゃねい他人にしてもらおうと思うから、してくれないわけ。ね。だって、みんな自分の人生で一生懸命でアップアップなんだよ。大変なんだよ。だから、みんなそう、自分のこと思ってほしいなって思ってるわけ。ね。でも、思ってるわけない。だって自分ですら自分のこといっぱいいっぱいで他人のこと思ってないだろ。他人のこと思ってるなら、やっぱ、その、ああしてくれよ、こうしてくれよって思わないだろうし、ああしてあげたい、こうしてあげたいって思うだろうからね。自分の中に余裕があるから他人のこと思える。 やれるわけで,で他人のことを思いやるから相手も思いやってくれるわけで人間って人の間って書くじゃんねだから俺だってそうだよ俺だってみんなに優しくできてるわけでもないみんなを助けられてるわけじゃないしみんなを助けたいとも思ってない毎度言うけどろくでもないやつに対しては不幸になってほしいなってやっぱ思うもんそれはなんでか俺とそいつの間で俺という人間が生まれるわかる俺という人間がいてあいつろくでもねえやつだなーと思うから俺は優しい俺にはなれないわけ人間ってそいつとの間で生まれるものだから、ね、だから他人に期待してる間はあれ で、こっちが、要は、してくれしてくれって全然相手にしてあげてなかったら、相手も全然してくれないから。あれあいつは全然してくれないなって冷たいなって思うかもしれない。でもそうさ、相手のこと思ってないならしょうがないよ。だから相手に自分のことをね、女性として扱ってほしい、男性として扱ってほしいって言うんであれば、相手をちゃんと尊重して扱ってあげてるかどうか、自分をまず振り返ること。自分がそうしてたら、そういう人は見つかると思うし、今ネットがあるから探せばいっぱいいるはず。男性だけど男性と付き合いたい。女性だけど女性と付き合いたい。男性の体だけど、 その女性として生きていってそんな自分でもいいって言ってくれる人少ないかもしれないけど見つかるからその探す努力をしていくさだからやっぱいろいろ女性だからって女性の生活で満足できてるか女性として扱われてうまくいってるかそんなこと全然ないよ男だからって何でもスポーツだって何だってうまくできてていいなって全員が全員筋肉ムキムキでスポーツが万能なわけじゃないんだから できないもんはできなかったりするんだから。その中でも生きてて幸せに行って満足してることがあるんだから。だから性別の違和感があるんだったら、その具体的な違和感が何なのかを言ってみろ。そしてそのための準備をするんや。そのための努力をするんや。女性として見られたいんやったら、見られたいっていうだけじゃなく、まず女性として見られるための努力をしろ。女性らしく美しい長い髪型でスカート履いて綺麗だって言われるように、例えば女性ホルモンを打って髭も脱毛して。それで女性として見られるように頑張ってみたらいいじゃん。それもしないのに、 相手から女性として見られたい、女性として扱われたいって言うんであれば、さあ女性だってそんな風にして気抜いてて女性として扱われないことだっていっぱいあるのと一緒で、努力しなかったら、その、そのために頑張らなかったら、それは男性だろうが女性だろうが性別関係なく、そうは見てはくれない。うん、例えば全然お金も払わないのに、全然この店なんか、ろくな接客態度もね、うまい店飯も出さないどういうこっちゃって、いや、そはそうよって、300円の、あの、ね、安い、そのや、やつ頼んどいて、そこまで、あの、ガタガタ言ってんじゃねえよって、1万円出すなら、10万円出すなら、 それぐらいは言ってもいいんじゃないぐらいの世界さ。自分が何もしねえのに相手にいろいろこうしてほしい、ああしてほしいを思うもんじゃねえ。ただ、できることはいっぱいあるよ。その違和感を感じてるなら違和感をなくすためのこと。まずはその違和感って俺に言ったってことは、違和感ってぼんやりしてるじゃん。ぼんやりしてたら、その受験の時もそうだけど、夢がぼんやりしてたらそのための努力ができない。だから、とりあえず一番でもいいから夢決めろって言ったじゃん。あれと一緒。だ性別の違和感って言うんだったらその違和感が何なのか。の見た目なのか。 その、それとも、その、実際の技術なのか、例えば裁縫だったりね、女性が得意なものであったりなのか。まあ、もしかぬいぐるみが好きなんだったら、ぬいぐるみいっぱい集めたらいいじゃん。ね、そういうの。俺だってそうだよ。俺猫大好きだからさ、めちゃくちゃ猫のものが増えてて、洋服も結構猫柄のものがちょっと増えてんだよね。言われたんだよ。なんかさ、お前最近、猫多くねって言われて、ギクって、なったよ。うん。でも、うん、そうかって。じゃあちょっとそいつらの前では、ちょっと、ね、あの、普通の服着ようかなと思って、ちょっとシャツっぽいものをね、買いましたけど、この前ね、洋服屋行って、買ってきましたけど。<laughs> 危ないもうでもその時にもねまた猫のいいやつがあってうわ欲しいなってもなったんだよなんうんでもそうそうやってまず自分で見つめ直してみろ自分の生活周り様子でできることがいっぱいあるからちょっとずつ違和感をなくしていけゼロにすることはできないと思うしゼロでやってるやつはいない俺だって男だけどスポーツで苦しんではいるし例えばその女性から例えば言い寄られたりモテたりしない部分とかももうこれはもうその男性だから女性から言い寄られるモテる女性と付き合えるってわけじゃないんだからそんなのも。 ね、スポーツができなかった。そういう中でも。で、身長が低いって言われながら、男じゃねえって言われながらでも、もう、その、低い中でも、だってしょうがないじゃん。そういう DNA なんだしさ。まあ、でも160は超えてるぜ。うんと。いや、そういう中でやっていくしかない。じゃん。ね。で、それによって恩恵も受けるんだよ。俺、身長160ちょっとぐらいしかないからさ。体ちっちゃい分、エネルギーは少ないんだよね。生活する。だから、要は、少ない食い物で生きていけるから、ウェブタも長くやれる。じゃん。ほら。いいこともあるんだよ。悪い部分ばっかりに目をつけるわけじゃない。ね。じゃあ、せ、 ね、あのー、じゃあ、その性別への違和感なんかいいことなんかねえじゃんって言うかもしんないけど、でも、それによって必ず、例えばほら、マツコ・デラックスとかさ、あれはあの人の面白さだけじゃなくて、やっぱああいう部分もあったから有名になったんじゃないかなとか、もしくはそういう人たちからの指示を受けたんじゃないかなっても思うよ。そういう人だから、その人たちの気持ちが分かってやれるとか、その人たちから指示してもらえるっていうのもあると思う。だから、あの、何かいいこともあるし、使いようによってはそれは武器にもなったりするから、違和感の正体を見つめてみることと、あと、もう一つ。 それが逆に武器になる部分もないかなと思って武器としても使ってみること。あくまで自分の体なんだから。その体という道具を活かしてどう人生を面白く持っていくか。それはこれからの自分の努力と頑張り次第だと俺は思う。頑張って一生懸命前向きにやってたらそれを認める人はきっといるし、今ネットもあってそういう人たちといっぱい繋がれるからそういう人たちと共に生きていけばいいじゃない。きっとできる。大丈夫。違和感がある。ない奴はいない。多いか少ないかであってね。 だからきっとできるし乗り越えられると俺は思う乗り越えられなくても乗り越えられないものを抱えながら生きてるやつらだっていっぱいいるしその中で感じられる幸せもあるだから大丈夫できるというわけで、えー、本当に久しぶりのねあのー、なんていうかなこう大人ラジオでした これまで聞いてくれてありがとうな。またそれぞれいろんな意見があったら、いろんな意見を持ってていいし、またね、俺に言ってくれても、ぶつけてくれてもいいし、まあね、いろんな人と話もしてもいいし、またこういうことでもね、相談があったり、いや、そうじゃないんだ、この違和感のこれを聞いてほしいとか、ああだ、思うからこうだっていう人もいたら、まあそれをね、また俺にメッセージやメールやら、いろいろしてくれてもいいし、あと、幽霊、見える人、幽霊のこと詳しい人、話せる人、待ってます。それ俺もすごい興味あるんでね、よかったら、あの、連絡ください。というわけで、えー、珍しく久々の大人ラジオでした。それじゃまた、違和感消えて、もっともっと人生面白くなると、ええー、えな、絶対